先月29日に政府のチャーター機の第1便で中国武漢市から帰国し千葉県勝浦市のホテルに滞在している50代の男性が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました男性は先月30日に検査したところ陰性でしたが今月7日に38度5分の熱が出たため検体を採取しました。翌8日に 千葉県の衛生研究所での検査は陰性でしたが、症状が改善しないため、改めて国立感染症研究所で検査したところ、昨日陽性反応が出て新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。男性は帰国してからホテルに到着後、客室内に滞在していて、外出はしていないということです。